マリア様、私のような罪深き者をお許しくださいませ。あれからあの方がこの学園を卒業なさってからというもの、私の体の中の罪深き炎は消え去るどころか、一日とくすぶり燃え盛るばかりなのです。そしてあの罪深き一夜の記憶は夜ごとみだらな妄想となって私を責めさいなみ、恐ろしいことに自らの汚れた指を持って自らを貶めてゆく禁じられた喜びを求めるばかりなのです。マリア様、このままでは私は、どうかマリア様お救いください。この哀れな私にお慈悲を。ご立派なものね。一人で何を懺悔してたのか知らないけど。分かってるのよ、寂しいんでしょリエ。そんな、私はただ愛する人にいじめられたらそれがだんだん喜びになっていくの。女はみんなそうよ。もう一度ナオミお姉様にいじめられたい、そんなとこでしょ。やめてよミドリ、こんなところで。カッコつけたって女同士お見通しなの。これからは私が可愛がったね。私じゃダメ、そんなこと言わせないわよ。次はどうするんだっけ。ほら分かってるじゃない、いい子ね。あなたたち何をしているんですか。申し訳ありませんシスター、私たちは今日の行いをマリア様に懺悔しておりました。まあそれは感心。でももう遅いから寮にお戻りなさい。わかりましたね。はいシスター。主イエスの名のもとにアーメン。アーメン。いいことリエ、あんたが私に取る態度次第でナオミお姉様に会わせてあげたっていいのよ、ね？それ、本当？今度の春の休暇にリエのピアノコンクールがあるでしょ？その頃には都合つくんじゃないかしら。本当に？言ったでしょ？態度次第って。じゃあね、おやすみ。お姉様に会える。美しいと思いませんか、あの音色。本当に。マリじゃない。お邪魔だった。そんな。ねえリエ、今度のコンクールみんな応援してるよ。ありがとう。Thank you.
今は海岸の別荘にいらっしゃるの。明日連れてってあげるわ。ナオビお姉さまもリエに会いたがっていたわよ。お父様、昨日のコンクール会場に来てらしたそうよ、ナオミお姉さま。ナオミお姉さまのお父さまも今日はぜひリエのピアノを聴かせてほしいんだって。そんな。嵐が近づいてるわね、急いで。かしこまりました、お嬢様。舞台装置が揃ってきたじゃない。一目会えるなら、それだけでもいいの。これで十分なの。パーティーはこれからよ。遅かったね。みんなで心配していたんだよ。申し訳ありません、おじさま。でもこの通り万事うまく運びましたわ。ほら、ご挨拶なさい。楽しい夜になりそうね、お父様。その時、主イエスは各言われた。私の言葉を用いて、何時らの道案内とせよ。ヤコブはイサクの父であり、そしてこの私は何時らの父である。何時らは父の言葉を胸に抱き、行かれよ。主イエスはナザレの旅人に各語られた。ねえ、エリエ、リエは卒業したらどうするの？私はまだピアノやらなくちゃ。ママは今度は全国大会だってうるさいの。
私はまた変な堅苦しい学校に押し込められちゃうかもな。あ、私たち卒業してもずっと友達よね。ね。当然じゃない。卒業してもまた3人で早川先輩の別荘に遊びに行きましょう。やだ、リエったら。そうよね、約束しましょう。